はい、どうもセリカです。シーズンが変わるということでログインをしたいと思います。はい、スキンショップ変更で週末がいつも通り行われるということと、かわいいんですけど、なんだこれ、なんかこんなゲームなかったですか？なんかなんとかキーパー的なやつで、かわいい、何四角、ブロック、ブロックワンコ、四角ワン、やば、かわいい、今回かわいい感じできてる。これ人気なんじゃないですか、コケコッコ、ブロックニワトリ、やばいな、ワニ、鼻とくじがや、ブロックワニ、ガブガブというワードはなんか見たことがあるような気がしますが、かわいい、これ無限にできますね、いろんな動物で。なんか、これだ、ハートの気球、ありがとうございます。かわいいんですよね、これもかわいい。今回のイベント、あ、これだ、さっき出てたブロック羊が次の報酬っていうことですね。黒いなぁ。ねえ、これ白だったら可愛かったのになぁ。でも可愛い。はい、ログインありがとうございます。ってことはイベントですね。イベントのマップとイベント鬼と、ガチャは次の動画で回そうかと思うので、とりあえずはこの気球の子で行きたいと思います。可愛いでしょ、これ。可愛い。ちょっとね、先に鬼を確認したくてシルエット…どっちがどっちだ？足開いてる方が順番的には青鬼で、なんかふわっていっぽいよな、スクワットじゃなさそうなんで、青鬼がブロックになってんの、激キモなんですけど。可愛いので来るのかな、ちょっと会いに行こうと思います。わっ、もう見えちゃった、そうか、完成鬼いるパターンですね。ちょっとガチャのページ飛んじゃうと、ガチバトルの鬼って言って出てきちゃうので、見ずに来たんですけど、いや、完成鬼で見えちゃうパターンですね。気持ち悪くない？これ、頭の白いのどうなってんだろう？何これ、手は雲鬼とか千手観音みたいな。足開いてるの、こう、なんかどういう構造に、あ、鶏がいる。会いに行きたい。ね、どうなってる青鬼。詰め込まれてる感じ？気持ち悪くない？これ、あ、なんか、なんかなんだこれ、サバンナじゃないしアフリカじゃないし、サボテンある。芝生な感じ、あ、野生の動物的な扱いなのかな、なんかこのサボテンだよね。そうか、プレゼントボックスも終わっちゃいま、あ、スズメがいるってことはあれだ、ボットベじゃない、どうした、みこし。いや、このハートの気球めちゃくちゃ可愛いんですけど、あー来た、思ったより大きい、まだ、あ、そうか、完成鬼だ、手がやばい横やばくない、手どうなってんの、横にピンしてんの、いや背中もやばい、首もやばい、うわー、意外と気持ち悪いぞ今回のに、横向き、前はまだワッとしてんですけど、横や足どうなってんの、待って、ちょっと、うん、上にニワトリがいる、いや可愛い、待ってちょっと、ちょっと待ってくださいね、完成鬼はちょっと動きが読めなくて怖いんですけど、やばい、その動きが読めてやだ、あ、なに、出してくれないパターン、当選簿してる感じ、やば、無理だ足やばない、この人横向きはだいぶキュッとしてますけど、前から見ると足バー開いてるし、手はなんか横向き、いや背中やばい、気持ち悪い、あーやだ、15人、ちょ、どういう状態、この人多分何も倒してない。これ何どっち？当選簿してる感じ？完全に意地悪してるパターンか、ちょっと遊んでくれてるのか、どっちだろう？意地悪パターンかなこれ。80連して星さんが出なかったのか。それは辛いね。それのあれかな？怒りがこっちに向いてんのかな？いや完成鬼か。怖。ねえ出れないって。多分ここじゃないんですよ最終は。いけない。もう十分見たわ、青鬼。見ちゃったよ。よし、ガスマスクゲットしたけど。いや、ちょ、いけないな、こっちマジで。ずっとこれで行く？死ぬまで？嘘でしょ？ねえ、ここじゃない、最終。右上に青鬼あったから多分左側なんですよ。3体出てる。何鬼だったかも見れてないけど、なんかスズメが死んだよ、どうした？あ、行った、行ってない。行ってないの、3人。待って。ねえ、出れない。ここじゃないね。あ、違うだ。うわぁ。ペンギンさんが見つめてる。かわいそうにという感じで見つめてるのかな。
いや負けましたよこれ完全に。ねえどうしてそんな。全部青鬼かな普通の。マイカーだったら。はい次行きます。落ちたな。はい次行きます。あブロックワンコがいる。アーヤンさんはお強い方だと思います。ランカーさんなのかな。いやーいいなもう出たんだ。ちょっとこのマップもレア青鬼ふわっていいだと思うんですけど、スクワットあのブロックに入んないですよね多分。ミノモンタやめてくれる。ちょっとブロックワンコに会いに行こう。さっきニワトリがちょっとチラッと見えたので可愛かったニワトリ。なんだこの人数の減りの感じやっぱちょっと変ですよね。マッチングもねめちゃくちゃ時間かかってボット部屋に行ったと思いきゃ行かなかったんですけど、さっきはあいた。2体目3体目がちょっと確認したいのと横向き非常にやばい。あいたー。すごい。しかもゴールドオーラついてるからちょうどいいワンコにちょうどいい色になって、あーすごい。ちょっとお顔が見えないのが残念だけど数字で、あ尻尾ついてるわ、かわいい燃えてる感じがするあ分かってくれたのかな。かわいいよ、かわいいですね。いいなもう星さ当たったんだ。えゴールドオーラめちゃくちゃ似合ってる。待ってニャーがめちゃくちゃ似合うこの気球ニャーってワードが一番ハマった。あこっちだねやっぱりさすが。ね減りが早い、すごいね。芝生になってるここ、あすごい。ゴールドオーラとブルーオーラの今回のオーラついてる方すごいいいかも。なんかバックがグリーンとかが多いんでめちゃくちゃ映える。ブルーもめちゃくちゃ映えるいいなーゴールドオーラブルーオーラもいいなー。今回映えるシーズンですね。綺麗です。かわいい尻尾ついてる。本当に四角なんだ。いやオーラ羨ましい。えっごめんなさい落ちた。アイアンさんもう一方装置なのさんごめんなさい落ちたー。いやー最悪だ、ごめんなさいごめんなさい。なんかボット部屋だったのでなんかマッチングめっちゃくちゃ時間かかって結局ボット部屋でこのステージだったので閉じ込めれるかなと仕掛けてみたんですけど、あと3秒2、1、外れだ外した。入るのかなここに。当たりなんて真ん中ってことかな。あー来た来た、これだよね。4回目にして来ました。えーすごい。なんかそう、え動物園みたいになってるのかな。猫の置き物と動物っぽいものをひたすら置いてる感じはしますけど、あワニ名前かわいいな、いいんじゃない。ワニも燃えてる、いいな。オーラの方いいな今回、特に羨ましい頑張ればよかった。ここはペンギンのゾーンですね。あでこっち押すと下が開く、なるほど。イリオブロックがで無理やりクマとか猫を集めて置かれた場所と、ここはなんだ、あカエル、カエルと白クマと何これ、猿温泉猿みたいな。無理やりだなあったかいとこなの。白クマ大丈夫なの。でここが恐竜の場所、骸骨と確かに動物園化石のなんかあったっけ。ここはカエル、わすごい無理やり温泉がある。猿とお酒とおけと、でここが寒いゾーンかな。白クマとペンギンとって感じ。割と狭いかもしれない。で真四角かな、ステージキューブというかブロックシーズンみたいな感じなんで狭いな、狭い門とあるとことないとこと動物園みたいな感じかな。なるほどね、だから芝生だったりしたのかな。鬼の3体目、いやー来た来た、危ない。鬼の3体目をちょっと期待して2体目もこれいやー気持ち悪いな、首のあたりとかマジでやばいんだけど。2匹来た、いや負けるかな。いや2匹、ちょちょちょ見ます、全体を見ます。多分四角っぽい、真四角、そうですよね、ブロックっぽい感じ。3体目の鬼も出るかな。狭いですね今回で、邪魔者結構突っかかるポイントが結構あるのと、青霧も結構早く来たら居場所がっていう感じですね。はい3体目も素直に、3体目が来るかなっていう感じで、あレア鬼来た。これがあのデブ鬼とかじゃなければね、普通の鬼がいるんですよ。あ来てる来てる、これだ後ろ姿マーティーだ、顔が見たいな。負けるから、負けない普通に引かれたわ。フワッティだった、3体目というか今回のレア青鬼。なんか割と普通だな、フワッティ普通に普通に閉じ込められてる感じ。今回に関してはなんか普通に2番目青鬼がいるんですよね、それも怖い逆に怖い。待って今回普通の青鬼の方が気持ちが悪い感じかな
待って、普通だもんね。割と動きはやばいけど。うわ。ごちゃっとしてる。いや、普通な鬼の方が今回やばいかもしれない。私的には。やばい。待って、でした。会えましたね。割と早めに。面白いシーズンかもしれないですね。はい、ということで、一応新マップと新レア青に会えまして、で、まあ、無料ガチャとかプレゼントボックスとかはもう終わってしまったんですけど、新シーズンが来てるということで、鬼を見たいと思います。多分、ブロック青鬼とかかなですね、ブロック鬼。これ横向きの手がピッてなるのがめちゃくちゃ怖いんですよね。首のこの筋肉みたいなと、すごく気持ちが悪かった。これが、ブロッティ。ブロッティ、ちょっと目見開いてないかい、これ。やばい。動きはやばかったですけど、気持ち悪さはこっちでしたね、私。いやー、面白い。ということで、ブロックイベントということなんで、ガチャは次の動画になろうかなと思います。よかったら次回も見に来てください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。